では、定刻になりましたので、第9回の、計算科学技術特論 B を始めていきたいと思います。今日も、東大部政研の尾崎先生より、大台の方にと題して講義をいただきます。じゃあよろしくお願いします。東大部政研の尾崎と申します。前回に引き続きまして、大台の方とその関連、手法に関してお話をしていきます。前回の、おさらいですけれども、前回第8回として、ページスケーリング法の重要性に関してまずお話をさせていただきました。でその後計算のオーダーとはという、簡単なところからお話をし、DFT 計算における大台の方をご紹介いたしました。で、特に、我々のグループで開発をしております大台のクリロフ部分空間法に関して、詳細に議論をいたしまして、その手法の第一原理電子状態計算への拡張を、いくつか議論をいたしました。で前回のお話の中では、実際にそのコンシャムの、ハミルトニアンを どのように作るかというお話に関しては全く触れることはなく、何らか その極材規定を使った形で極材規定が与えられた状態で大台の方をどのようにして実現するかというお話をいたしたわけですけれども、今回第9回としてまずはじめに、実際にそのコンシャムの方程式をどのようにして離散化して、マトリクスがそのスパース組成を持ったマトリクスをいかにして作るかという方法に関して、お話をします。でその後大台の方の超並列化の方法についてご紹介し、大台の方のいくつかの応用計算についてお話をいたします。もし時間がありましたら、関連する手法として数値厳密な手法として、大台の3乗からより定時のスケーリング手法が、開発できるということを、いくつかご紹介し、このようなアイデアは実は、固有値問題だけではなくて、交換反関数のほぼ、準厳密と書いてありますけれども、ほぼ厳密な交換反関数の開発においてもこのようなアイデアが適用できるというところを時間があればお話をいたします。で、さまざまな極材規定法という方法があるんですけれども、どれか一つそのユニークに決まるというわけではございません。でたくさん その離散化方法がありますけれども、例えばガウス規定法や、原子用数値規定法、有限要素法、有限差分法、ウェーブレット法、特殊関数法、例えば真空関数を使ったような特殊関数法があるんですけれども、いろんなその離散化の方法が、知られています。でこのような手法を使うと、コンシャムの方程式で出てくるハミルトニアンですけれども、コンシャムのハミルトニアンが、組成を持ちます。組成というのは行列の中が全てがノンゼロ ではなくて、ある特定 の原子もしくは規定の数に比例する要素数だけが、ゼロでないような組成構造を、導入することができます。で原理的に完全形を張る系統的規定関数というのは、有限要素法や有限差分法、それからウェーブレット法、特殊関数法です。でこの方法というのは、準局所近似、例えば LDA とか GGA の範囲内での準局所近似の下では、超並列計算を行うことで大規模計算を実行可能であることが分かっております。ただし少し考慮が必要で、例えば非極小反関数ですね、交換相関の反関数の部分に非極小反関数法を用いた場合には、行列の組成というものが失われてしまい、計算コストが、非常に大きく増大するということも分かっております。でこれが一つ実は問題なんですけれども、で一方で、完全形ではないものの小数の最適化規定関数でほぼ収束化が得られる手法として、ガウス規定法や原子用数値規定法という方法がございます。で、これは私の見解ですけれども、いろいろな手法がありますけれども、やはりその目的に応じて
計算手法の使い分けが必要なのではないかなというふうに私は考えております。で今日は、全てのちょっとお話をできませんので、まあ、特に我々のグループで開発を行っております原子用数値規定法に関して、ご紹介をいたします。この原子用数値規定法ですけれども、これはリニアコンビネーションオブシュードアトミックオービタル法 LCPAO 法と呼ばれている方法で、それほど新しい方法でもございません。そのアイデアは極めてその原始的なところからスタートしておりまして、1電子のコンシャム軌道を偽原子軌道の線形結合で表現する方法です。で実際にこのコンシャムの軌道をこのようにして書いてあるわけですけれども、これはブロッホ波を仮定したものですが、規定関数 φ がありまして、これを線形結合でこのようにして書くわけです。でここで出てきたこの φ というのは、y と r という角度方向の球面調和関数と、それから動径方向の積の形で書かれておりまして、これは例えば水素原子の問題を思い出していただくと、このような形で書けるということが、球対称ポテンシャルでこのような形で書けるということが分かっているわけです。でこのような原子の問題からスタートして、これを線形結合で書き表すという方法が LCPA 法と呼ばれている方法です。この方法の特徴は、原子用規定を用いているため、計算結果の物理的科学的解釈が非常に容易だと言えます。それから規定関数形は、厳密には完全形ではありません。そのため完全な収束解を得ることは、難しいという、側面もございます。しかし、もともとの規定関数自身が物理的起源に基づく規定のために、注意深く構成された場合には比較的少ない規定関数で、実質的に収束解を得ることも可能であることが分かっています。で今日はちょっとこの注意深く構成された場合ということに関して少し、後ほどお話をしていきたいと思います。それから規定が、これ極在しているんですね。プレーンウェーブのように、広がっているわけではなくて、ある空間の一部の領域に極在しているために、非常に硬い規模テンシャルを使用することが可能で、これは実はプレーンウェーブとは大きな違いなんですけれども、非常に高精度な規模テンシャルを作成することが可能であるという特徴も持っています。それから規定の極在性のため、ハミルトニアン行列の計算量と保存メモリー量がオーダー N、 これ厳密にオーダーになるということも分かっています。それからさまざまなオーダーの方とのアイデアとの、その整合性が良いという側面も持っています。こういう方法が LCPA 法だということです。で実際にこの φ、 特にこの R の動径方向の関数をどのようにして作るかということに関して、少し詳細にご説明いたします。でこれはもちろんこれユニークな方法ではないんですけれども、このようにすると非常に良い動径関数が作れるという、一例、私たち、これは特に私たちの方法なんですけれども、方法をご紹介いたします。でまず、プリミティブ偽原子規定関数というものを考えます。これは何かということですけれども、まず閉じ込めポテンシャルの下で原子のコンシャム方程式を自己無動着に解きます。閉じ込めポテンシャルというのは、このコアのポテンシャルをこのように補正をかけます。コアの元々のポテンシャルはマイナス R 分の Z ですが、これを、R が R1 よりも小さい領域ではそのまま使います。それから R1 から RC というこのカットオフの領域では、ポリノミアル、多項式の形でつな、いでいきます。でさらにカットオフよりも外側では、この H という、これ実は非常に大きな正の数なんですけれども、こういうもので、ポテンシャルの補正を行います。でこれ一つの、例ですけれども、酸素原子の場合にこのような補正を加えた、例なんですけれども、ここに壁があることが、見てわかると思いますけれども、実はこの壁がこのような補正によって、作られているわけです。でこういう、閉じ込められたような、原子の問題を考えて、これを、自己無動着に、コンシャム方程式を解いていきます。でそうしますと、この壁の外側には波動関数は染み出すことができません。
なぜかというとこの H というその正の数が、まあ、通常は1万ハートリー程度の非常に大きな値を使っておりまして、まあ、この外側には電子が染み出すことができなくて、この内側だけに極材したような状態を作ることができます。で次にこの閉じ込めポテンシャル下でノルム保存器ポテンシャルというものを作成いたします。でその後、核運動量成分 L に対して規定状態と冷気状態をここで求めた壁付きのノルム保存器ポテンシャルに対して数値的に求めていきます。でここに書いてあるのはその一つの実例で、酸素原子の S 軌道に対してそのような計算を行ったものなんですけれども、濃度が0と書かれているものがこの壁付きの気ポテンシャルに対する規定状態になっています。で濃度1、濃度2、濃度3というのが第1、第2、第3冷気状態に対応しておりまして、これを数値的に求めていきます。でこれが、まあ、プリミティブ偽原子規定関数と呼んでいるものなんですけれども、このようにしてまず作ると。で多くの経においては、計算の精度と計算効率というものは2つのパラメータで制御されるということが分かっています。で1つはここの壁のカットオフの半径ですね、どこにこの壁を置くかということと、実際に規定関数をこの壁付きの中でどれだけ張るかという規定関数の数という2つのパラメータで制御されます。でその、まあ、例をここに示しましたけれども、実際にこの規定関数のカットオフを、左側はカーボンのダイマー分子です、右側はカーボンのダイヤモンドの個体です。で何を変えたかということですが、カットオフ半径を 3.5 アトミックユニットから6.0 アトミックユニットまで順番に変えてきました。その時のトータルエネルギーがどのようにして収束するかというものを見たものです。で横軸は何かということですが、横軸は規定関数の数で、原子あたりの規定関数の数を変えたもので、見て分かる通りに、カットオフをこう少しずつ大きくしていくとあるところにこう収束していきます。で同じようにして、規定関数の数を変えていくと、まあ、あるところで収束して、まあ、実際はここの計算をする必要がなくて、まあ、この辺で収束計算をしても、まあ、十分な精度が得られるということが、まあ、見てわかるわけです。で下側は、ダイマーの計算で得られた平行拡散距離で、まあ、同じような収束特性を持っています。あるところまでで大体収束すると、この辺で収束しているということが分かるわけです。で個体の場合でも同じで、カットオフを 3.5 から6まで順番に変えていくと、まあ、この辺で収束すると、この場合には大体、4.5 から5くらいでも収束しているんですね。それから、規定の数に関しても、まあ、この辺で収束しているということです。で従って、まあ、厳密に言えばこれは数学的にはこのパラメータというのは本当の意味でのその変分パラメータとは見なすことはできないかもしれませんけれども、まあ、実際上の計算ではこの2つのパラメータ、カットオフと規定関数の数を変えることによって系統的に精度と計算効率をコントロールできるということが分かります。でこれはもう一つ例ですけれども、2原子分子の規定状態の計算をこのプリミティブ規定というものと行った例で、2原子分子の規定状態を、まあ、順番に計算をしていきました。水素原子からクリプトンまで、まあ、順番にずっと計算をしていって、これは、局所密度近似の範囲内で行ったものなんですけれども、まあ、ここから見て分かることは、まあ、LDA っていうのは実はいくつかの系で、実験の規定状態が再現できないことも分かっておりまして、まあ、例えばアルミですね、アルミのダイマーであったり、それからニッケルのダイマーなどは、LDA の範囲内では実験の規定状態が再現できないことが分かっているんですけれども、ここで言いたいことは、DNP 規定程度の、規定のサイズでこの LDA における全てのその、再現できるという成功と再現できないという、まあ、失敗を再現、まあ、全て再現しているということが、この図から表から分かるわけです。ここで今 DNP 程度の規定と言いましたけれども、これは何かということですが、これは価電子に対して2つの価電子規定を割り当てる、ダブル、まあ、ニューメリカルという略ですけれども、それからもう一つ、P というのはポーラリゼーションファンクションと呼ばれているもので、
それの規定サイズでほぼ再現できるということが分かっています。で、一つちょっと分かりにくいので、例えばカーボンの場合にこのダブルニューメリカルポーラリゼーションファンクションというのは何かということですが、カーボンの場合には価電子として 2s と 2p がありますので、2s と 2p の電子に対してまず2つの同型方向の関数を割り当てます。これがカーボンに対する DN の、ダブルニューメリカル関数です。それから p というのは、ポーラリゼーションファンクションで、カーボンの場合には、d に対応するもので、s と p に2個それから d を1個含めたものが、ダブルニューメリカルポーラリゼーションファンクションというものにカーボンの場合には対応しているということになります。で、このプリミティブ規定というものでも、そこそこ、まあ精度が高いということが分かるんですけれども、実はもう少し工夫をすることができまして、この数値原子規定関数をさらに変分最適化することが実はできるということが分かっています。もう一度ちょっと繰り返しになりますけれども、この方法の計算精度と計算速度は基本的には規定のカットオフ半径と規定の数で制御されると。で、しかし規定関数の形自体を最適化できるならば、計算量を増やすことなしに計算精度をさらに向上させることができるということを今からお話をいたします。で、そのために、少し数学をしないといけないといけないんですけれども、規定関数の変分最適化ということを考えます。で、まず1電子のコンシャム波動関数を、先ほども出てきましたけれども、ファイという、規定関数で、線形結合で展開します。で、このファイがさらに何らかの解という関数で線形結合でかけると、考えます。二重で展開するわけです。で、ここで出てくる A はここでは縮約係数と呼んでいます。で、縮約係数 A、 ここですね、これを固定して、で、 C に対する変分を取りますと、これは通常の意味での、コンシャムの行列方程式というものが出てきます。で、これを解くことによって、この、最適なこの係数 C が分かるわけです。で、少しちょっと見方を変えるんですけれども、変数 C、 ここで出てきた変数 C がここら出てきた、縮約係数 A に対する従属変数であるとみなして、で、さらに変数 C の観点でコンシャム方程式が自己無動着に解けていると仮定します。で、そのような仮定を置くと、実は知識が、導かれます。で、これは何かというと、トータルエネルギーに対し、対する、この A の微分ですね、ここで出てきたこの縮約係数を変化させるときの全エネルギーの変化分を見ることができます。で、見ていただくと、この式というのは非常に簡単な式を構造を持っていて、微分を考えているんですけれども、どこにも微分が出てこないんですね。どこにも微分が出てこなくて、ハミルトニアンの行列要素と、それから重なり積分と、それから前回議論しました密度行列と、それから E というのはエネルギー密度行列と呼ばれているもので、結局微分がどこにも出てこない非常に計算するのが簡単な式が出てきます。で、これを実際に最適化をしたいわけなんですが、全ページの変分計算において変数 C が A に対する従属変数であるとみなしという仮定が置かれておりました。で、この数学的な構造というのは、構造最適化の際の座標 R と変数 C の関係と実は同じです。で、この場合には変数 C は座標 R の従属変数になっています。で、したがって、構造最適化と全く同じ手続きで縮約係数 A が最適化できることになります。で、これに気づくと、このような計算をすればよいということが分かりまして、固定した A でコンシャム方程式を自己無動着にまず解くと。これがステップ1です。で、次にトータルエネルギー E の A に関する勾配を先ほどの式で求め、エネルギーが低下する方向に A を更新する、縮約係数を更新するということをします。で、勾配が式1に、達するまでステップ1と、このステップ2を、我々はこの GDIS を、
ジオメトリーダイレクトインバージョンイタレーティブサブスペース法という方法を用いまして反復計算をしています。でこのようなことをすると、トータルエネルギーが 最適化されるというか低下する方向に、この縮約係数 A を最適化することが、可能です。で実際にやった例を、示します。でこれは先ほど一番最初にお話ししたプリミティブ規定と今の方法で計算した最適化規定の比較なんですけれども、エタン分子とフッ化エタン分子の計算を行って規定関数の数に対してエネルギーがどのようにして変化するかということを示したものです。でこちらを見ていただきたいんですけれども、見ていただくと最適化をすることによって非常に少ない規定関数でもすでにエネルギーが収束しているということが、見て取れます。それがフッ化、エタンの場合には少し収束は遅いですが、まあ、同じようにして最適化することによって、より良いエネルギーを、が低い状態のものを計算することができるということが分かります。実際にこの最適化によって、この同型方向の関数がどのように変化したかというのを示したものがこちらで、このエタンとフッ化エタンの S 軌道、カーボンの S 軌道と P 軌道の同型関数を示しています。 S 軌道に関してはこの2つの分子であまり大きな変化はありません。一方 P 軌道に関してはこのフッ化された方が非常にこうシュリンクしておりまして、これは何を反映しているかということですが、フッ化されたことによってこのフッ素原子というものは炭素原子の P 軌道から主に電子を引き抜いています。 S 軌道ではなくて P 軌道の方から引き抜いておりまして、そのため炭素原子のその P 軌道の中に入っている電子がよりポジティブなチャージを感じまして、このような同型関数のシュリンクが起こっているということが分かります。でこれは一つの実例なんですけれども、我々は実はこのような手続きを、水素原子から、ここまでずっと80原子くらいですかね、80原子くらいずっとやりまして、データベースを作成いたしました。最適化された規定関数のデータベースを、作成し、まあ、ウェブサイトで実は一般公開してるんですけれども、実際にそのどのようにして作ったかということに関して今から少しお話をいたします。でこのような最適化規定のデータベースを構築する上での、まあ、希望リスト、ウィッシュリストをここに挙げました。一つ一つ読み上げます。ギポテンシャルと、全電子計算の対数微分は目視の範囲で完全に一致すると、まあ、これ非常に重要なことです。ギポテンシャルの精度は実は対数微分、波動関数の対数微分でほとんど決まっておりまして、まずここがずれておりますとバンド構造がずれることが分かっておりまして、まず波動関数の対数微分を全電子計算とギポテンシャルでほぼ目視の範囲内で完全に一致させることが重要です。で個体の平行交した定数が、FLAPW 法である Win2K の、まあ、計算結果と比較しまして 0.005 オングストローム以下であるということをウィッシュリストに挙げています。それから個体の体積断性率が Win2K と比較して3ギガパスカル以下であると、バンド構造が Win2K と比較しほぼ同等である、分子の最適化構造がこれまでの報告例とほぼ同等である、分子の原子化エネルギーがこれまでの報告例とほぼ同等である、規定関数重なり誤差と呼ばれている、波動規定関数自身が、完全形をなさないことから生じる誤差があるんですけれども、この誤差が 0.5 キロカロリーパーモル以下であるということをウィッシュリストに挙げまして、基本的にはこれを満たすように最適化を行っていきました。ちょっとまず一般的な考察を行いたいんですけれども、LCAO 法、まあ、今お話をしている LCPAO 法もしくは LCAO 法における規定関数の数を NLCAO、LCAO と書きますと、平面派規定関数法に基づく NPW 法、まあ、規定関数の数が NPW ですけれども、これと比較しますと圧倒的に
この LCAO 法の規定関数の数は小さいです。でゆえに、プレーンウェーブ規定の波空間に比べて、ここで我々が今議論している LCAO 規定の波空間は非常に小さいと考えられます。したがって一般には LCAO 法は、PW 法、プレーンウェーブ法よりも低精度であると考えられます。一方で各元素は固体および分子中でいくつかの類似した化学的環境に置かれています。したがって化学的環境のトレーニングセットを適切に選択し、それぞれの環境に対して規定関数をあらかじめ最適化し、一つの規定関数セットに集約しておけば非常に高精度な LCAO 規定を作成できる可能性があります。実際の応用計算ではトレーニングセットとは異なる化学的環境にありますけれども、近似的にはいくつかの選択した化学的環境の線形結合で表現可能であると、考えられるわけです。でもう一つだけちょっと一般的な考察をしたいんですけれども、ここで書いてあるのは、全ヒルベルト空間、模式的なものです。である元素の張る部分空間というものがありまして、ある元素の張っている部分空間、その規定の張っている空間というのは実は全ヒルベルト空間は張っていません。ある特定のヒルベルト空間のある部分空間だけを張っているわけです。で各元素が張る空間は、全ヒルベルト空間の部分空間です。この部分空間を張る最適な規定セットを見つけることができるならば、可変性トランスフェラビリティの高い高精度規定が作成できる可能性があります。でそこで以下の手続きで規定関数の最適化を試みてみました。まず1番として、化学的環境のトレーニングセットの選択、各環境に対する規定関数の変分最適化、先ほど説明した変分最適化です。で部分空間の回転による、助長成分の消去ということを次にします。で次に、異なる最適化規定関数の一つの規定関数セットへの集約という、この4つからなる手続きを行って、最適化規定というものを作ってみます。でこのような試みは私たちだけの試みではありませんで、実は類似する試みがいくつか行われておりまして、一つは CP2K、スイスのグループですけれども、同じようなアイデアでガウシアンベースセットを最適化する試みがなされています。でもう一つは、フリッツハーバーインスティテュート、ドイツのグループですけれども、ドイツのグループでも同じような試みがなされておりまして、彼らが見出したことというのは、適切な化学的環境下で規定関数を最適化した場合、非常に高精度な LCAO 規定関数が構築できるということを、これらの論文で示しています。我々も実は前から同じようなことをやっていたんですけれども、我々も同じような、結論に至っておりまして、今からその説明をいたします。でまず規定関数の最適化手順ですけれども、まず典型的な化学的環境を選択いたします。まず大事なのは、実は原子の、その孤立原子の状態を含めることが実は非常に重要です。で孤立原子に対して、同系波動関数を変分最適化します。これは同系関数です。これは今バレンス電子に S 軌道を2個含んだ、例を示しているんですけれども、同系関数がこのようにして最適化されたというよりは、原子ですから、原子の問題を解けばそれが最適解なわけです。でこの矢印は何かということですが、これはスキマティックな模式的な矢印で、ヒルベルト空間のある方向をこう向いているということを模式的に表したものです。で次に、異なる2番目の化学的環境を選択します。ここではダイマーを選択していきます。でダイマーを選択し、そのダイマーに対して同じようにして変分最適化を行います。で次に今度はバルクを持ってきて、バルク、これはエレメンタルバルクですけれども、実験的に見出されているバルクを持ってきます。でそれに対して同じようにして最適化をします。で見て分かる通りに環境が違うので、最適化された規定関数自体も、形が微妙に違っていて、この模式的なヒルベルト空間の中でのこのベクトルも違う方向を向いているわけです。で実はこの中には冗長な成分が入っておりまして、この冗長な成分を取り除くことが実は非常に重要です。それをどうするかということですが、部分空間内で
回転をします。このようにして回転をします。で、見て分かる通りにあるこうくるっと回転をさせて、違う方向へ向かせてしまうわけです。で、2番目も同じでこう回転をさせてやります。3番目も同じでこう回転をさせます。で、そうするとこの赤い矢印、ベクトルに見ていただきたいんですけれども、赤い矢印はほとんど同じ方向を向いていて、これはヒルベルト空間のある同じ方向を向いた、まあ、成分であるということが分かるわけです。で、そこで2番目と3番目を消去します。で、こうしますと、科学的なその環境依存性というものはこの緑の方の矢印の方に全て押し込まれていきまして、冗長なその成分を取り除くことができます。これもともと6個の最適化規定がありましたけれども、6個から今、2個取り除きましたので、赤1つ、まず最初の赤と、それからこの最初の緑、次の緑、3番目の緑で、結局4個の成分まで落とすことができます。4個の成分まで落としましたけれども、実はこれはこの上で書いてあるこの6個のベクトル、ベクトルというか、まあ、ヒルベルト空間の関数なんですけれども、関数と同じ部分空間をほぼ張っているということが分かります。で、トレーニングセットの選択ですけれども、まず規定関数の重なり誤差を低減するために孤立原子を含めることが非常に重要です。それからビリアル定理から最適化規定の極材性は排数に相関があることが分かっています。で、バルクの場合に最適化規定は大きく極材化します。二原子分子の場合には極材性は孤立原子とバルクの中間となります。で、したがって、まず出発点として考えられるトレーニングセットとしては、先ほども例で出てきましたけれども、孤立原子と二原子分子とバルクを選択するというのが、大抵の場合うまくいくことになります。で、実際には少しトライアルアンドエラーが必要で、実際にはその最適化規定の形状をモニターしながらトレーニングセットの調整が実際は少し必要です。で、実際にやった例を示します。これは、リンの場合なんですけども、リン原子の場合の偏分最適化規定を行うの、同型関数で、左側が S 軌道、右側が P 軌道になります。で、孤立原子とダイマーの最適化規定はほぼ同一であるということが分かります。赤と緑です。それから BCC の最適化規定は、より極材しているということが分かります。で、 P 軌道の場合には配数が増加するに伴い最適化規定はどんどん極材していると、シングルアトムの場合には配数は0です。それからダイマーの場合は1、 BCC の場合には8ですかね、8になりますか。で、配位数が増えるとより極材化すると。で、これは実はビリアル定理からも説明できることです。で、次に冗長性を先ほど取り除きましたけれども、実際どうやって取り除くかという手続きをご説明いたします。マンガン原子のギポテンシャルには、3S3P3D4S 電子というこの内核セミコアと呼ばれているところまで含まれています。3S 電子と 3P 電子は化学的環境依存性が実は非常に小さいため、全ての最適化された 3S 規定と 3P 軌道を含めると規定が冗長になるということが先ほどの説明でもお分かりかと思います。で、これらの最適化規定関数の冗長性は取り除かれるべきです。で、しかし最適化の際に 3S、4S 軌道の混合が生じるために、実は冗長性を取り除くことが非常に困難です。この冗長性は最適化規定セットを部分空間内で回転することで取り除くことができます。で、実際の手続きですけれども、このようにして取り除くことができます。例えば S 軌道の最適化規定で、今この記号の意味ですけれども、5つのプリミティブ規定から3つの最適化規定を作成するということをこれは意味しています。最適化によって得られた縮約係数というのは、実はこういう行列の形で書くことができまして、縮約係数は3行、5列、3行5列の行列の形で書き表せます。この行列 A に対して、まず一般化ガウス消去法というものを適用いたします。
一般化ガウス消去法というものを適用しますと、ここのところが、この三角形のところが0になります。で、次にこの行列 B に対してグラムシュミットの直交化をかけます。で、そうすると B が C に変形されまして、ここのところが0で、こっちはフィルインが生じます。で、この変換によって最初の最適化規定は元のプリミティブ規定とほぼ実は同型になります。なぜかというと、ここのところに0が入りますから、一番最初の規定関数の形というものは、元々のプリミティブ規定とほぼ同じような形になります。で、このようにすると、先ほど示しましたけれども、2番目以降のこの最初の規定関数の成分というのは実は入れる必要がなくて、ここはもう取り除いてしまえば良いということが分かります。で、結果として規定関数の最適化の効果というものは、2番目以降の最適化規定に押し込まれていくということになります。で、次にこのようにして作った規定関数の精度をちょっと評価してみたいんですけれども、デルタファクターという方法をご紹介いたします。この方法は、FLAPW プラス LO 法である、Win 通径の体積エネルギー曲線の収束解、これをまあ収束解だと思うんですけれども、収束解を参照として、そこからのエネルギーのズレデルタによって各コードの数値精度を見積もる方法で、ごく最近、提案されたものです。で、この極小の V0 のところからプラスマイナス 6% の範囲で計算を行って、バーチ・マーナハンの状態方程式にフィッティングをし、 V0、 それから体積断性率、体積断性率の微分値ですね、 B1 というものを計算し、そこまでいきますとバーチ・マーナハン状態方程式から実はこの積分というものが解析的にできまして、この斜線の部分の面積を計算して、そこからデルタファクターを見積もるということをいたします。で、まず、一般化勾配近似のその GJPBE と実験との比較を、このような方法を使うと直接行うことができまして、58元素の平均デルタファクターというものを PBGGA の計算値と実験値と比較してみますと、1原子あたり 23.5 ミリエレクトロンボルトであるということが分かっています。したがって、ギポテンシャルや規定関数やその他数値積分から生じる誤差というのは、少なくとも10分の1程度、大体2ミリエレクトロンボルトパーアトム、1原子あたり大体2ミリエレクトロンボルト程度まで抑えることが重要だろうと。もし同じくらいのオーダーの例えば20ミリエレクトロンボルトの誤差が乗ってしまうと、PBE の GGA 計算を行ったとはちょっと言えなくなるということです。だいたいこれくらいのオーダーに数値誤差を抑えたいということになります。実際にいろいろなコードのデルタファクターがすでに評価されておりまして、 Win2K が参照系ですから0になります。で、BASP、 これはプレーンウェーブ PAW 法ですけれども、だいたい 0.7 ミリエレクトロンボルトパーと。で、私たちが今お話しした方法で、規定関数を最適化しデルタファクターを評価しますと、だいたい2ミリエレクトロンボルト1原子あたりになっておりまして、まあ、だいたい満足すべき領域にも入っているのではないかということが分かりまして、まあ、ような方法で規定を最適化 しますと、GGA の誤差範囲、誤差の10分の1程度まで誤差を低減できるということが分かります。で、次に少し話題が変わりますけれども、オーダー N 法の超並列化手法に関して、ご紹介いたします。原子の3次元空間分割をどのように行うかということと、それからちょっと実際のそのグリッドの扱いに関して、積分には実はグリッドが必要なんですけれども、そのお話はあまりしてませんが、実際にグリッドの領域分割をどうしているのかということと、もう一つ高次元 FFT の並列化に関しても少しだけ、ご紹介いたします。まず、前回オーダーの方のお話をしましたが、オーダーの方のアイデアは基本的にはディバイド&コンカーになっていますというお話をしました。
まず全形を各原子ごとに領域を分けて空間をこう分けていくと、ディバイドしていくと、小さな問題に置き直して、この小さな問題を解いて、最終的にこの真ん中の赤い原子のグリーン関数だけを計算して、その後根下全部をまとめ上げて全形を表現するということでした。したがって並列化計算も非常に容易で、それぞれの一つ一つを各プロセスに割り当てれば良いだけになりまして、並列化自体はそれほど難しくありません。ただしもちろん通信がそれぞれのこの、クラスター間で発生しますので、これをどうやって定義させるかということと、まあ、可能であればこの分け方が局所性を持っていればメモリー等も非常に少なくなるので、そういう分け方を見つけたいということになります。で、原子、これは原子の3次元空間分割をどうやるかという問題で、これは第一原理計算だけではなくて、原子の例えば分子動力学計算をやっている方でも同じような問題を抱えているんじゃないかと思いますが、まあ、それに対しても今からお話しする方法は適用できるのではないかと思っています。で、まず最初の出発点ですけれども、通信量とメモリー量を軽減させるため、原子集団を空間的に局所性を保ちつつ分割する必要があると。そのようなやり方ですが、望ましい条件としては空間の局所性を持っているべきであると。で、分けた後にほぼ等価な計算量を持っているべきであると。ロードバランス、並列化のロードバランスを良くしたいですから、ほぼ等価な計算量を持っているべきだと。で、任意の形にやっぱり適用可能ではないと、やっぱり使う上で非常に難しくなります。どのような形状を持っていても、次元性が1次元系で2次元系であっても3次元系であっても、界面構造であっても、どのような構造であっても適用可能である方法であることが望ましいと思います。それから分割自体に計算コストが非常にかかってしまうと、何をやっているのか分からなくなってしまいますから、やはりその分け方の際にやっぱり計算のコストが非常に小さい単純なアルゴリズムであるべきであると、それがまあ望ましい条件だと考えています。で、一つ私たちが今回紹介したい方法は、こういう方法は一つ使える方法ではないかということを紹介いたします。で、まずこれは2つのやり方から構成されておりまして、まず修正再帰二分法という方法によって MPI プロセスを分割します。で、次にもう一つ大事なアイデアは、完成テンソル行列というものを使って主軸というものを決定し、原子を分割していくという2つのアイデアから構成されています。で、まず原子の空間分割の、この MPI に対して、その MPI をどうやって分割するかということですが、それをするために修正再帰二分法という方法を使います。で、これわざわざ、素数を持ってきたんですけれども、素数の19プロセスの場合にはどうやって分割するべきかということですが、それはこのようにして分割すれば良いと思います。19をまず10と9に分けます。で、10の方は5と5に分けて、あとは3と2、2と1、1と1で、こっちは5と4、3の2、2、1、1、1と。で、一番最後のこのリーフノードと呼ばれている枝ではなくて葉っぱの一番最後のリーフノードと呼ばれているところは、見て お分かりかと思いますけれども、1になるところまで分割していきます。1になるところまで分割していきます。で、これは2のべき乗以外の任意のプロセスに適用可能で、通常並列計算をされる方は、状況に応じていろんなプロセスの数で計算されますから、やっぱりその任意のプロセス数に対して同じような並列効率が出る方法ではないとダメだと考えておりまして、こういう修正再帰二分法という方法を使うと、任意のプロセス素数であっても分割することができるということになります。で、まずこういうふうにして MPI プロセスを分割します。次に、完成テモーメントテンソルを用いて原子の並び替えを行います。これちょっと図が汚くて申し訳ないんですが、3次元の何か大きな形があります。で、そこでこう主軸を決めてあげます。主軸を決めて、一旦主軸が決まったら主軸に対してこう遮影をします。
原子を遮影をして3次元の原子の座標をこのようにして1次元化します。3次元から1次元の変換をします。でここで出てきた主軸は、この慣性モーメントテンソルの固有値問題を解くことによって、主軸を決めることができまして、この 3×3 の行列を解くことで、主軸が決まります。でこのようにして、一次元化した後にここまで行くと分割が非常に容易で、あるところでこう線を引けば左側と右側となりますから分割することができます。ただし分け方なんですが、それは実はこちらに基づかなければならなくて、一番最初の分割は何を意味しているかというと、10と9に分けなさいということをこれ指示しているわけです。したがってここでこういうふうにして一次元化した後に、左側が10、右側が9の比率になるように、10対9の比率になるように分割します。これが重要です。でもう一つ重要なのは、ここに W というウエイトが入ってくるんですけれども、このウエイトは実は、経過時間です。例えば分子動力学計算を行った際には、前のステップでの各原子の計算に要した経過時間が分かるので、この経過時間をウエイトに使って計算をします。でそうすると、ダイナミックロードバランシング、動的にその負荷分散を行うことができまして、左側と右側の計算コストというものがほぼ等価に少しずつなっていきます。これを実は再帰的に行っていきます。再帰的に行ったこれ一つ例ですけれども、まず主軸を決めます。遮影をします。遮影をして、左と右に分割をします。でそうすると先ほどの、こういうバイナリートリーですね、二分岐と同じような形になりまして、同じようにして遮影を、主軸を決めて遮影をして、で同じようにして分割するということを繰り返していきます。これがアイデアです。で分割の日はあらかじめ、同じことでちょっと言いますけれども、あらかじめ作成してある MPI プロセスのバイナリートリーの比で決まっています。で分割比の重みは各原子のワンステップ前の計算時間を用います。でこうしますと空間局所性とほぼ等価な計算量が実現できるということになります。で実際にいくつかやった、例をここに示していますが、これダイヤモンドの16384原子を、わざわざこれ素数でやったんですけれども、素数の19プロセスで分割した場合にはこんな風にして分割されます。これ同じ色のものが同じプロセスに分割されていて、なんて言ったらいいかちょっと分かりませんけれども、サンドイッチのような形でこうパッキング、非常に綺麗な形でこうパッキングされて19個に分割されていることが分かります。で下側は枝分かれのカーボンナノチューブを 16MPI プロセスで分割した例ですけれども、まあ、ここでも同じように非常にきれいに局所性を保ったまま分割できているということが分かります。それから計算のこの方法のコストですけれども、非常に計算コストも小さくて、まあ、ほとんど無視できるくらいの計算コストになっているということです。で次に、今は原子の分割だったんですけれども、実はもう一つ第一原理計算を行う上で難しい問題っていうのが、グリッドデータですね、積分に用いるグリッドデータをどうやって分割するかという問題があります。今日はちょっと詳細には立ち入りませんけれども、そのアイデアだけご説明いたします。一つのこれはアイデアですね、これがユニークな解であるとはちょっと思いませんけれども、まあ、このような方法は比較的良い方法ではないかと思っています。その方法とは、まずグリッドの構造を、4つに分けます。構造 A から構造 D までに分けて、でそれぞれの計算で適切なグリッド構造を使うということです。で例えば密度を計算する場合には ABC というこのグリッド構造を、使っていきます。まず A のところからスタートして、次にこの矢印では実は通信が発生します。 MPI の通信が発生して、通信をすることによって構造を B にします。で B の中で、例えば K 空間で電荷の、ミキシングを行う場合には、ここで実は FFT が発生しますけれども、この矢印に沿って FFT をしていきます。で B で計算をした後に、今度は C に矢印がまた向いていて、
C に通信をして C の構造でグリッドのデータ構造を持つと。それぞれの計算でそれぞれの適切なグリッド構造を割り当てて、その間を矢印でつないでいく。通信のカーネルが非常に極小化することができまして、ここをまあこの矢印の部分だけを最適化すれば、あとはこの構造を適切に行ったり来たりすることによって、まあ、計算ができるという構造を設計いたしております。それからもう一つだけ並列化に関して、3次元 FFT の2次元並列化の分割方法に関して一つご紹介いたします。これは、上側に書いてあるものがローワイズ型と呼ばれている方法です。下側のやつはこれ2次元 FFT でよく使われているペンシル型と呼ばれている方法です。でペンシル型というのは分かりやすくて、こういう鉛筆画のように、分割していく方法です。で一方このローワイズ型というのは少しこう違っておりまして、ここの領域がプロセス1、この黄色の領域がプロセス2、緑の領域がプロセス3と、こういう風な形で分割していきます。でなんでこんなことをしないといけないかということですが、こういうことをすると通信量が、低減できるということが分かっています。これ実際に通信量を、見積もったというか実際に計算したテーブルなんですけれども、グリッドこの1次元方向のグリッドの分割幅が N の場合の、実際の通信量のテーブルです。でそうしますとこれちょっと見ていただきたいんですけども、 A 軸 B 軸 C 軸というふうにあって、最初のこの構造っていうのは AB 面内でこう分割しておりますから、それを ABC と書きます。 ABC と書きます。で次のものは、C 軸と A 軸面内で分割されてますから CAB と書きます。で最後のものは、この面で分割されてますからBC 面内もしくは CB 面内で分割されてますから CBA と書きます。で実際に通信3次元の FFT をするときには点値ということが必要で、 ABC でまず C 軸方向に FFT をし、次に今度は B 軸方向で FFT をする、で最後に A 軸方向で FFT をするということをしますので、まあ、通信が必要になります。で一つこれ全ての場合を解析したものなんですが、まあ、いろんな経路がありまして、全てのこの場合には8パターン考えられるんですけれども、8パターンの通信量をテーブル化してみますと、実は、この8パターンのものは4つと4つの2種類に分けられるということが分かっています。でこちらこの赤で示したものが通信量が低い方なので、このようなことをすると実は非常に通信量が減ると。1次元のその並列化と比較しても分割数 N までは通信量は増加しません。で分割数が N の2乗でも2倍しか増加していないということが分かります。で次にペンシル型と呼ばれている方法と通信量の比較をしたものがこれなんですけれども、先ほど説明したローワイズ型が赤です。それから1次元領域分割が緑です。それからペンシル型が、青になります。で見て、分かるかと思いますけれども、このローワイズ型というのは常に最小の通信量を持っておりまして、この領域では1次元と同じ でここから先は1次元分割はもう適用できませんので、そこから先も通常のペンシル型と比べて通信量が低いと。これは理論的な解析なんですけれども、紙の上でそういうことが示せるということになります。実際にこの方法を実装し、ベンチマークを取ったものがこれです。この方法を実装したプログラムコードは OpenFFT という名前で一般公開されているんですけれども、実際にクレーナ XC30 というマシンの上でベンチマーク計算を行いました。で、この 2D デコンプというのが基本的には、そのペンシル型のものなんですけれども、
まあ、見てわかるように、このようなローアイズ型の分割をしますと非常に性能が高くなるということが、わかります。それからこれは、K の上でこの大台の方を、前回お話ししたクリロフ部分空間法の大台の方と今日先ほどお話しした並列化の方を組み合わせたものなんですけれども、そのようなことを、まあ、実装いたしまして K 上で、まあ、ベンチマークを取りまして並列化効率を見積もったものです。13万1072コアを使用して並列効率は、およそ 68% 程度でありまして、まあ、もちろんまだ改善の余地はあるわけですが、まあ、ほぼ満足できるレベルの並列化効率が出ているのではないかと考えております。次に、このような大台の方の話をしてきましたので2つほど応用事例をお話しいたします。1つが BCC 鉄と炭化物の界面構造の計算で、2番目が電解質中のリチウムイオンの第一原理分子動力学シミュレーションに関して、簡単ですけれども、ご紹介いたします。まず BCC 鉄中の炭化物の積質構造の計算ですけれども、もともとのモチベーションというのは、こういうことにありまして、純鉄、何も不純物が入っていない純鉄は構造材料としては、強度は十分ではありません。で、炭化物の積質を利用して、強度や人性の制御が行われています。これはTEMの像で、ここにその積質物が円盤状で積質しているということが、まあ、見て取れます。積質物としては、チタン、バナジ、ニオビウムなどの、炭化物になっています。で、この界面の構造なんですけれども、界面の構造としては、3つほど考えられておりまして、整合積質と呼ばれている格子が完全に整合しているもの、それから純整合積質と呼ばれていて、完全にはこれ格子定数が少しミスマッチがあるために整合していないもの、それから不整合積質と呼ばれているものは、その界面構造が非常にランダムであまりきれいでないものです。で、こういう積質構造 を、まあ、作ることによって、まあ、滑りですね、ディスロケーションと呼ばれている鉄の滑りを抑えることができまして、ここがピン止めの役割をして、硬さ、まあ、強度等を制御できるということになっています。で、ここでちょっと紹介したいのは、この整合積質と純整合積質の構造がどのような、まあ、メカニズムで起こっているのかということと、実際に、実はこの流の径を変えることによって、片方からもう片方に遷移が起こるんですが、その遷移する際の径が、ね、どの程度の大きさなのかというのを、まあ、第一原理計算とそれから古典の分子動力学計算を組み合わせて見積もった例を紹介いたします。で、まず整合と純整合積質の関係なんですけれども、まず、完全にこれ整合した場合ですね、完全に整合した場合にはまず界面エネルギーというものはこれ整合してますから非常に低いところにあります。これ上にあると不安定だということです。で、次に実は片方側にこれ歪みが生じるんですね。片方側がラティスのミスマッチをわざわざ元に戻して格子を合わせようとしますから、周りにこの歪み場というものが生じまして歪みが生じます。したがって全体のエネルギーとしては、こういうことになりまして、積質物の直径を増やしていくと、界面と歪みのこのエネルギーというのは整合界面に対してはこんなふうにして上がっていくということになります。で、一方純整合界面エネルギーというのはこれ完全には整合していませんから、先ほどよりも高い位置にあります。しかし格子歪みというものがあまり発生しないために、歪みのエネルギーというのは非常に低いところにありまして、2つを合わせるとこの辺に生じて、あるところでクロスオーバーが生じるはずだと。整合界面が積質物の直径が小さい場合に選択されて、だんだんこの積質物の直径が大きくなっていくと、あるところでクロスが起こって、今度は純整合
海面の持った積出物が出てくるということが予想されるわけです。このクロスオーバーのこの点がいくつなのかということを計算から求めたいというのがモチベーションです。実際に計算したものがこれで、整合と純整合積出の最適化を行いました。 こちらの その C 軸方向に対して、少しずつこの C 軸を変えて構造最適化を行っていきます。で、赤と青のものがこれが整合です。それから緑のものが純整合積出で、この緑のものに関してはユニットセルの中に1500原子弱含んでおりまして、なかなか大規模な計算になっておりまして、大台の方を使わないとなかなか実行するのは困難です。で、見て、分かるように、まずこの赤い方がエネルギーがどうも低いということが分かりまして、これは、鉄とそれからカーボンがこの海面構造で向き合っているものがどうも安定だと。一方こっちの方は鉄とニオビウムが向き合っている場合なんですけれども、この場合にはエネルギー的に不安定になると。で、純整合海面はどうもその中間に来るということが計算から分かりました。で、それはなぜかということを少しだけ解釈をしたいんですが、これは状態密度を示しています。左側のものが、鉄とそれからカーボンが向き合った海面構造を作っている場合で、右側が鉄とニオビウムが向き合った海面構造を作っているものです。で、これ赤と青の線がありますが、赤の方が海面領域での局所状態密度です。それから青のものがこの中の方でバルク状態の局所状態密度です。で、見ていただくと、この左側の場合には海面状態と内部のバルク状態の局所状態密度は ほとんど変わらないということがわかります。で、一方こちらの鉄とニオビウムが向き合った場合には、非常に大きな差異が見られまして、海面付近の状態密度が高エネルギー側にシフトしています。で、この原因としては、実はカーボン、赤ですけども、カーボンがダングリングボンドを持っていて、このダングリングボンドが非常に不安定化しているために、このような局所状態密度が現れているということが、まあ、考えられます。で、実際の構造最適化の、構造を示していますけれども、これは純整合積出による海面構造ですが、こんなような構造になっておりまして、先ほど鉄とそれからカーボンは黒丸ですけれども、が向き合うとエネルギー的に安定になる。それはカーボンのダングリングボンドがなくなるからだと、まあ、説明しましたけれども、実際に純整合海面でも同じようなことが発生してまして、鉄ができるだけカーボンの方に近づくようにこう動いていっているということが見て取れます。で、その結果としてこの中側に歪みが生じておりまして、これベンディングの構造が生じています。で、真ん中のところは、1つのカーボンに2つの鉄がこう向き合っていて、ディスロケーションセンターと呼ばれているものがここに構成されています。で、これが、実際 その計算で得られた結果になっておりまして、もう少しちょっと補足しますと、鉄の方が実は柔らかいんです。カーバイド、炭化物というのはほぼ円なので非常に硬い物質のために、歪みというのは実はこの鉄の方が吸収するような形になっていて、鉄の方が動いてカーバイドの方はあまり動かないということがここからも分かります。で、ここで海面のエネルギーが得られたんですけれども、歪みのエネルギーに関しては、第一原理計算で求めるのは少し難しいので、古典の分子動力学を使って歪みのエネルギーを求めて、先ほどもちょっと説明しましたけれども、海面エネルギーと歪みのエネルギーを2つ足し合わせてみました。で、得られた結果がこれで、積出物の直径に対して、どのようにしてエネルギーが変化するかということを示しています。左側がニオビのカーバイド、右側がチタンのカーバイドで、チタンのカーバイドの場合には、実験からの推定値というのが分かっていて、実験からのこのクロスオーバーの推定値はおよそ 2.2ナノメーター、実はこれ間接的な値で確定したものではございませんけれども、だいたいこのあたりにクロスオーバーがありそうだということは、推定されています。で、計算で得られたものは、
まあ、これはちょっと偶然かもしれませんけれども、まあ、2.3 ナノメーター程度で計算値と実験値が非常によく一致しているということが、まあ、分かりました。もう一つ応用例を示したいんですけれども、これはリチウムイオンの脱溶媒和過程のシミュレーションです。モデルとしては、全体でだいたい400原子程度です。それほど大きなものではありません。負極として、これ負極なんですが、リチウムイオン電池の中の負極としてシリコンを考えています。電解質は炭酸プロピレン分子というものを考えておりまして、その中にリチウムイオン、この黒いボールなんですけれども、この黒いボールを1つだけ入れました。有効遮蔽体法 ESM 法という方法を使用して、電極垂直方向、こちらの方向に対してバイアス電圧を引火いたしました。で、実際のその電子状態の計算は大台のクリロフ部分空間法を用いて電子状態を計算いたしました。ベロシティスケーリング法を用いて温度を制御し、充電過程におけるリチウムプラスの脱溶媒和過程をシミュレートしてみました。で、脱溶媒和後のリチウムプラスは海面をドリフトしております。で、これ PC 分子、炭酸プロピレン分子なんですけれども、排位している場合にはずっと排位構造をモニターしておりまして、排位している場合にはこのワイヤーフレームの線からボールの形で表示を変えるようにしています。実際の、これ見えますかね、ここが見えてるのかな、こんな風になっておりまして、最初、範囲がだんだん外れていって3範囲から2範囲になって、でだんだん海面方向に近づいていって、で最終的に海面のところまでやってきて、ほぼ1範囲になります。で1範囲になって、でその後は海面をドリフトします。ドリフトしていきます。左右左右と行ったり来たりいたします。でこの計算ではリチウムを1つだけなんですけれども、リチウムを1つだけ入れた場合には、シリコンの内部には、入っていくようなシミュレーションはできていません。でただしリチウムをさらに2個3個4個と加えていったシミュレーションを現在行っておりまして、リチウムをたくさん入れた場合にはリチウムのイオンがシリコンの内部に入っていく過程がシミュレートされています。これは一つの例として紹介させていただきました。もう少しだけ喋ってよろしいですかね。大丈夫ですか。次にちょっと大台の方の話をここでちょっとおしまいにしたいんですけれども、大台の方はある意味はちょっと近似の手法なんですね。近似の手法で、やっぱりその精度に関しては少し注意深い取り扱いが必要になります。で一方で、数値的に厳密なままで定時スケーリングな方法が開発できないのかということが非常に面白い問いかけになるんじゃないかと、まあ、考えています。で実際にそういうことが可能かどうかということなんですが、それは可能で、まあ、実際それもユニークではないかもしれませんが、一つの、まあ、やり方というものを、紹介いたします。まずこれは前回も少しお話ししましたけれども、デンシティファンクショナルというのは実は、ロー密度行列の、まあ、ここではファンクショナルと書いてしまってますけれども、半関数もしくは関数と言った方がいいかもしれません、というふうに見直すことができると、まあ、前回も言いました。でこの式を見直すと計算に必要なすべて その何らかの量というのは実はここに書いたものだけで、ハミルトニアンと重なり積分の非ゼロの要素だけが実は必要です。でさらにこの非ゼロの要素に対応した非ゼロのデンシティマトリックス、ここの H と S が0でないところだけに対応した密度行列の行列要素だけが実は必要になってきます。これ以外は実はこの計算には必要ないんですね。全てを計算する必要はなくて、必要な部分だけを狙い撃ちして計算する方法があれば計算コストが下げられるはずだということはまあ分かるわけです。でまずそんな方法が本当に可能なのかどうかなんですけれども、3乗の方法というのは、
これ数値的に厳密です。で、規定関数が極在していたとしても残念なことに直交化過程というのがどうしても入ってきまして、直交化過程、固有状態の直交化過程を考えますと計算コストはどうしても3乗になってしまうと。で、一方今までお話ししてきた大台 N の方法がありますが、これはやはりその精度との引き換え兼ね合いになってまして、精度を犠牲にすることによって実はこのスケーリングを落としてきたわけです。で、一方でその中間に位置する N の二乗法というもので、さらに近似なしでそういう方法ができれば、それに越したことはないわけですが、それをするためにはグラム・シミットの直交化の過程のようなものは入れてはいけないということになるわけです。で、直交化を避けることは可能かということですが、3つほど、考えられるんじゃないかなと思っていまして、1つはグリーン関数の方法、2番目が密度行列の方法、3番目は反復法と呼ばれている方法で、この方法は3つというのは、直交化を、避けることができるかもしれないということです。で、今日お話ししたいのはこの一番最初のグリーン関数法をお話しいたします。で、実際にそれは実は可能なんですね。可能で、その方法の、説明がここにありますけれども、必要な密度行列要素のみを流数定理で直接計算してやろうと。で、必要なグリーン関数成分のみを入れ子分解法という方法と LDL 分解から導出した全化式で直接求めてやろうということが2つのこのアイデアから構成されています。特徴としては計算コストは3乗以下、計算精度は数値厳密、適用性は絶縁体金属を区別しない、次元性は1次元から3次元まで、全てに適用可能です。並列性としては高い並列性を有しておりますし、規定関数としては今日お話しした、異原子規定だけではなくて FEM や FD 法などにも適用可能な方法です。ただしこう書いてしまうと、そのバラ色のような方法になってしまうんですが、実はそのプレファクターと呼ばれている、オーダーだけではなくてその前にかかっている係数が実は少し大きいというデメリットがこの方法には実はあって、超並列化をした場合にはこの方法はおそらく有用になるだろうというのをちょっと補足しておきます。で、まずこの方法のアイデアなんですが、まずフェルミ関数を連分数表示するというところからスタートします。このいう、皆さんよくご存知のフェルミの分布関数というものは実はこういう等式で表すことができまして、連分数の形で書き換えることができます。で、この連分数というのは非常に収束性が高いということがもう数学的に分かっておりまして、いろんな方法が提案されているんですけれども、こういう標準形を取るとポールの数に対して収束性が非常に高いということが、解析から分かっています。で、この、連分数展開というのは実は一般化固有値問題というものにさらに対応させることができます。連分数展開、先ほどのこの表示というのは、こういう形に書き換えることができまして、で、ここで出てくる B と A という行列はこんな形で明示的に書くことができます。で、実際その極ポールの計算というのは実は固有値問題を解けばポールが求められる形になっています。で、なぜこんな形を取ると収束が早いのかということですが、実はそのポールの分布が非常に特殊な分布をしています。ポールは、極は虚数軸に全て乗っています。で、その間隔なんですけれども、間隔は最初の段階では松原ポールと呼ばれているものと同じで 2π の間隔で分布しています。ただし実軸から離れるに従って急激に間隔が大きくなります。これログスケールですから、この辺りから急激にこう間隔が大きくなっていきます。で、この特殊なポール構造は実は収束に効いておりまして、これは実はグリーン関数の構造と一致しているんですね。グリーン関数というのは、1 over z という空論関数と同じような全近特性を持っていますけれども、そういう非常にロングレンジのテールを持っているために、
長距離、非常に実軸から離れたところのサンプリングが必要になってきます。でこういうポール の分布をしていますと、非常に実軸から離れたところのサンプリングが非常に有効にできまして、収束も早くなるということになっています。それから、このポールの数に対して密度行列の収束性を解析した、まあ、簡単な解析なんですけど、したものがこれで、実は、K のサイズに対して、ポールの数というものは依存してない、収束性に必要なポールの数というものは依存していないということを、まあ、ちょっと今日は説明しませんけれども、少しだけちょっとだけ、これが密度行列の定義です。グリーン関数で書いて、これを先ほどの流数定理を使って書き換えます。でグリーン関数をレーマン表示を取って、でここで、固有値のイプシロン K、 この K のサメーションを外側に出します。外側に出すと最終的にこういう式になって、でこの式まで来ると先ほどの結論に至りまして、 K のシステムサイズには収束に必要なポールの数は依存していないということが、この最後の式から分かるわけです。で従って計算の、スケーリングの特性というのは、グリーン関数、ここで出てくるこの G の計算のスケーリングによって支配されているということが分かります。で実際のそのポールの数に対して収束性を見たものがこれですが、大体80ポール程度で倍精度限界に達します。倍精度限界ですが、およそ15桁、14桁ですけれども、その桁まで、80ポール程度で限界まで達しますから、数値厳密であると言えると思います。で次に、実際にそのグリーン関数をどうやって評価するかということですが、グリーン関数というのは逆行列です。こういう関数の逆行列です。で従ってこれをどう求めるかということが重要なんですけれども、2つのアイデアを、これ導入いたします。1つは、ネスティッドディスセクション、入れ子切断法という方法を導入します。でさらにこの入れ子切断によって構造化したマトリックスに対して LDL 分解というものを適用いたします。でこの考え方を、実際実行しますと、全化式を実は導入することができまして、その全化式を使ってグリーン関数の必要な成分だけを狙い撃ちして計算するということになります。で入れ子切断法ですが、ここでちょっと説明がありますけれども、例えば10原子からなるチェーンを考えます。ハミルトニアンはタイトバインディングモデルだとこんな形になります。でこれを少しこの順番を、このインデックスを入れ替えてみます。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 真ん中のところを10にします。そうするとこの帯行列がわざわざこんな変な形になりまして、ここの部分のブロックとここの部分のブロックは10を介してだけ相互作用するという形に書き換えることができます。でこの考え方は内側に入れ子で再帰的に適用することができて、今度はこの左側のブロックに対して同じことをすると、同じようにしてこういうブロック構造を作ることができます。でこの操作をしたことは何をしているかということですが、相互作用が2元のツリー構造に実はマッピングされていることになります。こういう形にマップされたことになっておりまして、まず入れ子切断法を使って、入れ子分解という方法を使って構造化します。でこれ任意の K でも同じように あるアルゴリズムに従って、実行することができます。少しちょっとここは割愛させていただきます。で実際にやったものが、これは2次元の、格子に対してやった例なんですけれども、これ最初分割したもので、これは0から4ステップ目まで分解したもので、こんな形で分解されていきます。構造化していくわけです。で構造化した後に今度は、逆行列計算を適用するわけですが、シュールの補元という方法を使ってこの LDL 分解をします。シュールの補元というのはこういう形で書けるものなんですけれども、 LDL 分解ということをします。でこの形を取ります と、X 元の行列の逆行列はこういうふうにして書けるということが分かっています。
これを使って先ほど構造化したものに対して、先ほどのシュールの語源から出てきた LDL 分解を適用しています。これは、外側から順番にこう適用していくわけです。それを実際にやると、これは結構面倒くさい計算なんですけれども、やってみます と、L の計算、これ出てきた L の計算というものは全化式の形で書けるということが分かります。でずっとこう計算をしていきますと、最終的に L を利用してさらに逆行列のある特定の成分だけをまた全化式を使って計算できるということが、最終的には分かります。で全化式、こういう全化式が出てくるわけなんですけれども、この全化式の計算は、P と M のインデックスがあって、そのインデックスをこう走ることによって最終的に計算が完了します。でこの計算オーダーを、この計算オーダーの見積もりはそんなに簡単ではないんですが、頑張って行いますと、3次元系に対してはオーダー N3 分の7乗になるということが分かります。でこの、解析を1次元系、2次元系、3次元系に対して同様に行う と、こういうオーダーになりまして、実は次元性によって計算のオーダーが変わってくるということが分かります。この計算では実は近似は全く入っていません。で計算のアルゴリズムは、こんな形になりまして、ミグのループとそれから、ポールのループという形になっています。で実際 の、 その計算時間の実測ですけれども、1次元系、2次元系、3次元系の実際の計算をしてフィッティングをすると、ほぼ理論的に解析されたスケーリング特性を示しているということが分かります。で従来法の対角化との比較ですけれども、これが実際に得られたエネルギーなんですけれども、倍精度 の、 範囲内で数値厳密であるということが、見て取れます。でこれが並列効率ですけれども、これは 162MPI プロセスまで計算したものですね。 162MPI プロセスで4スレッドを使うとだいたい350倍くらいに加速されるということで、並列、しやすい構造を持っているということも、この方法の特徴です。ちょっと時間が超過しましたので、最後のところは少しちょっと飛ばさせていただいてまとめに入りたいと思います。ちょっといろいろな話をしてきましたけれども、最後にまとめたいと思います。オーダー N 法の定式化は、通常そのコンシャムハミルトニアンの素行列性に基づいています。で素行列構造を与えるさまざまな方法が知られておりますけれども、本講義では、原子小数値規定法というものを、特に紹介いたしました。でオーダー N 法の超並列化を実現する手法として、修正再帰二分法と完成モーメントテンソル法に基づく領域分割法を、議論しました。この方法は第一元計算だけではなくて、他 の、 原子の分子動力学シミュレーションを行っている、場合でも適用できる手法ではないかと考えています。それから一つこれは注意なんですけれども、オーダー N 法というのは近似計算です。近似計算であるために、応用計算の際には、精度に関する対するその十分な検証が、必要ではあろうと考えています。で、将来的に、どうやってその有効活用していくかということですが、検証方法をユーザー間で共有していくことで、今後その応用計算が少しずつ進展していくのではないかなと考えております。少し時間が超過しましたので、これで終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。